안녕하세요 미소입니다。今日は自分のコメントなんで、何急に始まる、何こいつ急に始まるよって思った方すいません。今日は急に始まります。はい、始まります。自分のコメントの中で一番多いのが肌綺麗よねっていうコメントが多いよね。ありがとうございます。あと2番目はガリガリですねぐらいかな。まあ、自分ガリガリやけど、まあ、それは合っとるって思ってんやけど、肌綺麗って言ってもいやでもまあでもね肌はね結構気使ってる方かもしれない。なんでかって言ったらさ、もうこんだけデブでさ、なんていうなんかもうトゥットゥって感じやんか、トゥットゥってやけどね、肌だけは綺麗でおりたい。女心は忘れたくない。一応メスとして生まれてきとるだけあって、まあ、白豚として生まれてきたけど、まあ、こう肌だけは綺麗におりたいかなと思ってね、肌には結構ね気をつけてる方なんやけど、これで肌でね何気をつけとるって言ったらやっぱ乾燥よね。だからこの前ママに聞いたんやけど、乾燥ってね結構ね悪役らしいんよね。スーパーマリオで言ったらクッパってめっちゃ悪役やん。クッパって食べるクッパやったら美味しいんやけど、悪役の方のクッパね、クッパレベルで悪いらしい。でね、乾燥さんが何をするって思っとる方おると思うんやけど、乾燥ってねシミとかシワとか違う、ハゲは違う、シミとかシワとかくすみとか毛穴とか全部ニキビとかね、悪いやつには結局ね乾燥がつながってるんです。なんでためたんと思ったんやけど自分でもわからん。これでね、最近新大久保ってさ、みんなよう行くと思うんやけど、韓国のものとかすごいね、向こうはそう韓国やん、ジャパンの中の韓国やん、ジャパンインコリアみたいな。なんか最近そこの大大久保ってなんだよ、今日のねそこの新大久保でなんか最近めっちゃ大人気商品がねあるって言われたんや。いやまあそんなん言われたら気になるやん、女って単純よ、うん。ほんでね、それがねどんな商品かって言ったら、ダダン、かわいないかわいない？これね、パンボーって言うんだって。パンボーめっちゃかわいいで、見た目めっちゃかわいいよね。なんかこれパンボーっていうらしいんやけど、インスタ映えとかしそう。このパックの名前が何と思うとしたら、これはねマジックバブルエッセンスパックっていうパックらしいよね。でね、このパックどんなパックって言ったらね、他のねパックと違うところが、洗い流さんでいい、洗い流さんでいいがどれだけ楽なことか。これでね、しかもねこれめっちゃ泡立つんだって、つけたら10秒で。でなんか海外とかでめっちゃ人気だって、日本に初上陸されたらしいんやけど、初上陸って言い方めっちゃかっこいいよね。でこれね2種類あるんや、ピンクパンボーとブルーパンボーがおるんやけど、なんで2種類あるんって思う人おると思うんやけど、なんかそれぞれね、なんて言うんだろう、能力というかやる仕事が違うらしくて、まずピンクがシアバターとかいう美味しそうなね成分が入ってるらしい。食べたらいかんよ。ナイアシンナマイドっていうやつとシアバターっていうねそういう成分が入ってるらしくて、美白とか保湿力にこの人はなんか結構強い能力を持たれてるらしい。次青はヒアルロン酸入ったんだって。なんかヒアルロン酸とか言われたら絶対肌にいいやんって思うんやけど、でこれヒアルロン酸とピーツリー成分っていうのが入っとって、なんかこれは肌の赤みとか、自分とか赤いやんか、やけん青が向いとんかなと思うんやけど、赤みとか毛穴改善とかに向いてやって、やけんね今日はねこれを早速やっていこうと思うんやけど、いやそれにしても可愛いよね。え、待って、めっちゃいいこと思いついた。最近ない、スナップチャットの赤ちゃんにちっちゃくなるやつにこれ持ったらめっちゃ可愛い。ちょっとやってみよう。え、めっちゃだらいんやけど、めっちゃ顔赤くなった。あ、なんかお母さんミルクちょうだいとか言いそう。ハッシュタグバブーとかで流行りそうなんやけど、え、なんかパンボーと似てない？え、似とるよね。えけんさっさとやりやって思ってるかもしれんけど、早速やっていきます。でこれはなんか風呂とか終わってスキンケアとかみんなすると思うよね、化粧水とか。それ終わった後にやるやつらしいよね。ちょっと自分も化粧水塗ってからやろうと思います。結構肌綺麗って言ってくれること多いんやけど、でもそんな綺麗じゃない。だってなんか化粧する時はファンデーションめっちゃ叩きまくるよ。もう叩きまくりよるけんさ、あんだけ塗っとったら肌綺麗に見えるよねと思うんやけど、化粧水塗った耳とか立たすキャラじゃないよね。もうしまうかお前は。ほんで今日自分が使うのは結構赤みとかが多いけんさ、青使って赤みなくしていこうかなっていう戦略でございます。ちょっと見ていこう。こんだけ可愛かったらさ、お泊まりする時とかさ、彼氏とお泊まりの時を持ってって「お前それ可愛いやん、どうしたん？」っつったら「いや私ミルクがないと寝れないね」とか意味わからんくだりもできるし、おもろいんやないって思うかもしれんけどね。結構硬いねこれ。マジックバブルさん結構硬い、うん、パンボー結構ガードが硬いね。脱げた。これをねどうやってやるって言ったら、口チューチューするところをパッて開いてできて、これがねなんか液入って、なんか化粧水とか終わってその後肌にのせて10秒後にバブルってだけあって、めっちゃ泡立つらしいんやけど、どれだけ泡立つんだろう。え、めっちゃ楽しみなんやけど、でもね汁的にはそんな泡立つような汁じゃない。汁っていうかね、ジェル。やってみよう。10秒ぐらいしたらね泡立ってくるらしいよ。えっ、待って、泡立ってきてない？え、やばっ。え、シュワシュワ言うんやけど。待ってめっちゃだらいやんこれ。え、待って、だらすぎだろ。え、待って、結構興奮してるな。近くで見たらこんな感じなんやけど、え、なんかめっちゃこしょばい悪いものが出よる感じがする。え、この感覚おもろすぎ。ちょっと集中させて。え、ほんまに泡立って10秒も経たんかったよね。これでね、なんか使い方が2種類あって、急いでる人だったら10秒この経って泡立ってすごいこうやってなじませたら終わりなんやけど、ちゃんとじっくりしたいっていう人はこれを3分間維持しとくんだって。ほんでその後にマッサージしながらこうやったら完璧らしいけど、ちょっと今日はそれをやってみようと思う。え、めっちゃ泡立っとんやけど、泡立ちがえぐい。聞こえる？シュワシュワシュワって、シュワシュワシュワ。思っとった以上に泡立って結構びっくりしてる。これね、洗い流さんでいいですけど、そのまま終わった後こうやってなじませて寝てさ、朝起きたらプルンプルンの肌が仕上がっとんやろ。いや勝ち組やんみたいな。最近夜のスキンケアとかにもいいし、しかもね、朝これやってその上にファンデーションとか塗れるんだって。そしたらね、これがデコボコをね消してくれて、化粧の量もまた違ってくると、これまた勝ち組やん。そろそろ3分経ったけんマッサージやっていこうか。シュワって言った。すげえ。え、肌めっちゃもちもちになったの。え、待って。え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 、待って、えしか言ってない。え、めっちゃプリプリンとか言って、めっちゃ。え、肌めっちゃプルンプルンになったんやけど、これマッサージしてるのこうやって。めっちゃプルンプルンになってる。これまためっちゃ、あ、匂いがええわ。自分匂いがきついのとか無理ないけど、匂いが気持ちいい匂い。気持ちいい匂いってなんだよ。綺麗な匂い。肌わかる？肌めっちゃプルンプルンしてるんやけど、結構想像しとったよりこれいいよ。めっちゃ保湿力って感じ。めっちゃ保湿されてる。これみんなにこのプルンプルンさを伝えたい。え、なんかね、なんていうの、ブルンブルンしてるやつに顔がコーティングされてる感じ。え、めっちゃブルンブルンしてるけどずっと触りたい。え、これいいよ。しかも洗い流さんねえんだろ。え、洗い流すくだりとかいらんやつやろ。え、これで終わり？泡立つスピードエグかったけん、ちょっと手でやってみるわ。一回塗ってみよってよ。すぐ来るけん。今何秒ぐらい？ 3、4、5、6、7、8、9、10。あ、泡立ち始めた。違う、10秒で泡立つけん、泡立ち始めたけど、前分からん。でもとりあえず見えるかな。めっちゃ泡立っちゃうんやけど、急いでる人とかだったらこれ泡立っとんのをそのまま伸ばしてもいいって言った時にめっちゃシュワシュワいいよ。3分おかんでもプルンプルンやん。3分置いたらもっとプルンプルンになるってこと？待って、これめっちゃ当たりかもしれん。今日はこの可愛いパン坊ちゃんが乗ってるね、マジックバブルエッセンスパックっていうのを紹介したんやけどなんかさ、友達から男の子かっこいいって聞いとって、実際に会って想像よりめっちゃかっこよかったっていうことない？それ状態。今ほんまに肌が守られてる感じする。しかもね、結構自分肌弱い方なんやけど、全然この時点で痒くなったり全然せんけん、肌弱い人にも結構おすすめだと思う。これで概要欄にねまた UR とか貼っとくけん、ぜひ見てみてください。でこれ新大久保とかでも人気がえげつないって聞いたよね。やけんね、私みたいにこのブルンブルン、この保湿されまくった肌になりたいなっていう人とかね、なんか肌ちょっと気になっとるなっていう人はぜひね、これ見てみてください。めっちゃ可愛いよね。以上、パン坊とミスでした。バイバイ。